はい、皆さんこんにちは。今回もザ・タイニー・バン・ストーリー遊んでいきたいと思います。前回ね、ここのステージまで終わって、なんか全部でね5ステージしかないっぽいんでね、もう全部今日プレイしていこうかなと思います。ということでプレイ。プロロリーン、音大丈夫かな、うるさいかもしれない若干あ、そうなるんだ。こう前こっちからこう行って、今度上から下にこう下がってる的な感じから始まりますよと。さあ、見た感じもすでにたくさんのパズルピースがありますね。まあ、まったりとやっていきましょう。まずこちら。これ。これ。これはなんじゃ？お？なんじゃこりゃ。で、これが？お、光る。光るゲンジだね。あ、これも一応開く。あ、なんか普通に入れた。これ？あ、これ違うんだ。これも一応ありそうだよね。あ、これ。これ、この部屋はこんなもんか、とりあえずは。あ、ここにあった。この辺とかって、なんもなさそうね。なるほど。あ、地面にやつ。あ、じゃあ、これね。とりあえず右行っちゃおっか。下？右？あれ、行けない？あれ、今行ける場所、おう。うん、今行ける場所、そんなない感じかな。これは？あ、ピロリン。バッグを探しましょう。これバッグ？おバッグだった。あ、これピースオッケー。あ、でこれもバッグ。え、それもバッグとなっちゃうと私、あ、これはバッグ。あ、これもバッグで、ね、うわ、形が違うバッグがたくさんあるんだ。ほう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 、なるほどね。まあ、ちょ、もこっちも入ってみよう。これもバッグだよね。これもバッグか。あと2個、あと1個、もう1個、これちゃうんかい。もう1個バッグ、これバッグ。あ、こん中入ってない。あ、こん中入ってんのこれ。あ、よかった。とりあえずバッグは入った。で、このバッグをここに入れる。同じ重さになるようにやりましょうと。はいはい。とりあえず重いものから順番にやっていけば、まあ大体はできますよねっていう。あと右がやけに軽くなっちゃった、これ。こうして、こうして。これ、運ゲーでいいのかな？つか、これ思ったより重いだね、これね。思ったよりも重いだって、面白い。これ適当じゃダメかな、これ。あ、できた。まあ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 、適当でいいよね、とりあえずはね。オッケー。あ、これで右に行けなりましたよと。はいはいはい、いいね。サクサクだね、相変わらずね。あ、しかもこれ右また行けると。お、あ、今度また船で脱出するんだね。なるほどね。まあ私ぐらいのね、技術力があればこんな余裕でしょう。あ、サイコロね。サイコロなんか見つけた気がする。うい、パズル。とりあえずここら辺にあるパズルを見ていくんだけども、これは、あ、なんだこれ。なんか釣りのルアー的な感じのものがたくさんあるね。あ、パズル。ここのパズル少なくね？全然見当たらないんだけど、パズル、ここ。まあ、いや、右先パズル行くか。パズル。これもパズルか。これ、いつか絶対なんかあるよね。これは？これは、なんか、かけら的な感じのもの。あ、サイコロがあって。これは？これは、なんか、槍みたいな感じの。ね。あ、ビリヤードのやつあるけど、これいつかあんのかな？このビリヤード。どうだろうね。あ、これもパズルだ。まあ、とりあえず戻ろっか？あ、待って、頭の上になんかあった、今。これね。これパズル。こっち側にもビリヤードある？あ、ここになんかある。ちっちゃ。で、これじゃんね、多分ね。あ、オッケーオッケー。これが、なんかのかけら的な感じで、サイコロ、何回か見た気がするけども。あ、これサイコロだね。あ、これかけらか。オッケーオッケー。あ、これ開くっぽい。あ、開かないっぽい。あとは、おーおー、動く。左上。あ、これか。ありがとうございます。これと、もう一個。これは開かないんだね。こっち、ここ一回取ったかな。ここはもうないか。もう、でっかい最高とかってあったりとかするのかね。一番目の真ん中？これか。これか。あ、これか。あ、あったあった。一個あった。右行くか、それじゃあ。よいしょ。あ、待って、今なんか私パズル1個見つけた。これそうだね。はい、オッケー。どこだ？あ、ここに1個ある。あった、よかった。オッケー。で、これを、よいしょ。わあ、上そんな見つけてないよ、私。やった、4個だけだからめっちゃ楽じゃんと思ってたんだけどさ、そんな見つけとらんぞ。まあ、とりあえず、丸があるものから順番にやっていこうか。まあ、普通のね、ジグソーパズルの丸いバージョンってことだもんで、まあ、そこまでは難しくはないと思うけども、ここで、余裕のよっちゃん !3 秒出てきた、オッケー。さあ、これで上向きました。そして、上向いた結果？結果？あ、ここ入れんのか。おー、なんか頭が、可愛い感じになってる。で、ピースがありの、サイコロあった、よかった。サイコロありの、ピースありの、このさ、たくさん見つかってる、これ早いとこ欲しいよね、使う場所ね。となれば、次サイコロか。じゃあ、このサイコロを、
とこう。おー、4123。ちょっと待って、何もできなかったんだけど。え、あー、取れたそういうことか。これはもう一回さっきのとこ見に行けんのかな。これ、あ、見れない、見れない、何も捨ててしまおう。これ色合わせなのかな、いつもの。上に緑、右に青。えい、ほいほいほい、ほい、あ、できた色合わせだね。オッケーオッケー。さあ、これが出来上がって、これが開く。ん、えい、おー、はしごが上に上がっていき、で、ここに入れると。なるほど、ね、おじいちゃん、チスチス。ん、え、これをこれにしましょう。なんかルアーをピザにしましょうって書いてあるね。お、パズル、パズル、パズル。まだルアーを取るやつがないもんで、ルアー問題はパズル解消できませんよと。あ、なんか出てきた。あ、パズル。まあ、でもまだルアーじゃない。あ、そしてようやくこれが出てきたね。これは前までに結構見てきたから、まあ、それらを集めていけば OK じゃんね。パズルで、で、あ、なんだこれ、なんだこれ。あ、これがルアーか。はいはいはい。ルアー、あ、これだよね、これこれ。これを確認していきましょうと。よし、じゃあ下行こう。ルアー、あ、これ。あ、めっちゃ見つかる。めっちゃ見つかる。楽しい。これも、この中入って、絶対この中あるもんね。ルアー、これ。これなんだろうね、これね。名前を、なんて言えばいいかわかんないけども。あ、意外とここない感じ？あ、意外とナッシングだ。あ、あるわ。これなんだろうね、これね。これ光らすことによって何が変わるんだろうね。ここは意外と、あったる、これ、これ。あ、で、こんなとこになんかあったぞ。あ、もう終わった。パズルは終わった。で、あ、これでっかいルアー。この中もあるよね。ルアー。あ、で、これがありの。で、この中入って、これがありの。あ、これか。これルアー、これルアー。あと一個だ。ハイアッチングじゃん。めっちゃ早いじゃん。サクサクだね、ほんとね。左カプセル伝う、伝に、冠みたいなスタンカーある。あ、これか。これな。これがあって、ルアーがあと一個なんだよね、ルアー。おじいちゃん、あ、そうか、おじいちゃんのとこ、まだちゃんと見てないか。おじいちゃんのとこ行こう。さあ、おじいちゃんのところ、あ、これか。隠れてるから違うか。これじゃない。ここないかな？ここなんかない感じがしてきた。だいぶない感じがしてきた、ここ。おー、あー、みょ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 する。ちょっと戻ろう、一回。おー、あと一個が見つからん。船のところ？あ、ここに1個あるね。ここに1個あって、あと1個。さ、果たしてルアーなのか分かんなくなってきた、これね。あ、全部あと1個だ。どれもルアーに見えるね。ほんとだね。なんでもかんでもルアーに見えちゃうもんね。この中に実はもう1個。あ、1個あった、ここに。ルアーじゃないかもしれない。もしかしたら最初やんの。これなんだこれ、どこにあるんだっけ、これって。あ、ルアーの可能性出てきたな。これ可能性どころか、ルアーも取らないとこのピザが取れないもんね。ルアーだ、つまりは。さあ、残り1個のルアーが見当たらない。おぉ開いただけだったあ、なんだこれ、おぉなんだこれや、こんなとこにあった、ルアー、オッケー。で、ルアーを全部見つけたら、このルアーを、あの、おじいちゃんとこ持ってくだけかな、これは。おじいちゃんや。ルアーをね、ほれ、おぉ、おぉ、おぉ、テトリス。これも単純に並べていくだけだよね。これくるくる回転させることはできないか。結構難しいんじゃないですか、きっと。え、これむずいな。さあ。これ答え、これ見ちゃかんやつだ。見ちゃいけないやつ見ちゃった。ガーッと今の記憶絶対なくしてね。やらかしたー。ハテナは絶対押しちゃいかんやつだね。もう今後一切、ほんと、絶対押さないでしょ。縦長だけ覚えちゃったか。そうそうそう。じゃあ縦長だけちょっと教えてください。それじゃあ縦長どうだったこれ。右上ここだった、お、オッケー。ここだけ覚えておけばもう余裕だからね。ここだけわかればもうね、逆に解けない人、おるんっていう感じになっちゃうから。だって一箇所もう確定してるわけだからね。答えじゃない、その、見てみよう。あ、全然違うじゃん、よく見たら。こうしましょうってことか。なんだ、じゃあここじゃないよ、そもそも。あ、でも、同じものはあるんだよね、結構。ほら。例えばだけども、この形のものが、一応これどうやってやっても、作れない的な感じのものがあるんだよね。だからまあ、これを、こういう風な感じでやれば、作れるよってのはあるんだよね。そういう風にしたとしてだけども、まあ一応やってみようか、じゃあ。こう言って、こう言って、こう言って、こうなるのかっていう話だよね。だとしても、これ置く場所、全然ねえわ、これ。これを先にちょっと確認しちゃうのもありか。これが置く場所、こういうとこに置いてる感じがする。てか、この二つがそもそも違う感じがした。こっちか。こっちでこう。あれ、これさっきと同じ？もしかして形。こっちか、じゃあ。で、こうか。こういう風な。さっきと同じだった？あ、
あ、できた。よかった。はい、オッケー。いや、これがね、見ちゃいけないやつだったけどもね。まあ、しゃあないしゃあない。これ見ないでやったら多分、2時間かかってもおかしくないからね。オッケー。さあ、これで、これが手に入る。手に、あ、ここにあった。手に入った。そして、これを使って、よいしょ。あ、さらにこれを使って、よいしょ。おえ、航路をつなげていく感じ。あ、そっか。これと同じやつを、的な感じ。両方とも、重ならないようにしましょう、みたいな感じ。ほい。あ、この時点でもう赤がダメ。なんで逆に考えれば、一番近いものから順番に行けば、あとは遠くから行けば、なんとかなるんじゃねえ作戦で。はいと、はい、オッケー。さあ、そして、これで、どこを変えた？どこ置いた？どこ置いた？今、はーっつったけど、ピコーンって言ったやつどこ置いた？これが手に入るっつったよね、確か。あー、あった。待ってました。あったね、普通にね。そしたらこれで、こっちのやつを、こう。オッケー。これ、こんだけでクリア？結構簡単だね。おー。さあさあさあ、あとはパズルを解くだけかな、多分。なんで隠すんだよ。本当だよね。マットをなんであれ隠し、まあ、でも、多分、解けなかったんだろうね。きっとあのおじいちゃんはきっとね。よーし、じゃあこれは左上だよ、きっとね。これラストかな？ここ！ここ！なに、次でもう終わり？早くない？あっという間だね。すごい。よし、じゃあ行きますか。ラスト面、最終面かな、多分。最終面。よいしょー、行きましょう。